神保町イケメンランキング、出た。これが一番知りたいんだから。信じられないぐらいシンプルなタイトル。はい、これが一番引きあるんだね。いろんなところで、イケメンランキングやらせてもらってます。いろんな人がね、いろんな YouTube やらせてもらってますよ。神保町もね、確かエルフさんがね、神保町の YouTube チャンネルで神保町イケメンランキングやってたんですよ。劇場の企画でやってましたか。はい、うん、ただやっぱりそのどうしても、忖度は入りますよね。それはエルフさんも、やっぱじゃあ女性ファンからいろいろ、いろんな目とかあって、言えなかった面もあると思います。ね。ガチのイケメンを、僕たちが今から発表しますので、ぜひ、これがガチなんだっていうのをちゃんと見ていってください。なるほど。忖度ってか、そのなしです。もうただただ顔だけを見てます。芸人としてとかとは関係ない。関係ないです。面白いは面白くない。関係ないです。はいはい。はい、関係、性格とか関係ないです。だからこう、順番に、こうやって芸人か関係なく出てきて、どんどん、うん、そう誰がかっこいいと思うか、かっこいいと思うか、かっこいいと思うの、うん、だからもうそう、固定概念とかあなたの今までのその人の見てきた過去全部なしで、パッて見た時に、はいイケメン、はいイケメンじゃない、はいイケメン、はいイケメンじゃないっていうのをやってますのでやっていきたいと思います。3位から発表していきましょうか。はい、3位、流れていいわ。3位、はい、森山シャワカ。あ、そうなん。え、めっちゃかっこよくないですか、顔。てかもう全然、類を見ない顔してる。めちゃくちゃ涼しげだし、顔。なんかね、そう、ミステリアスさもあるし。なんかその、栗原類さんとかみたいな、こう魅力放ってますね。イケメン。なるほど、なるほど。3位。はい。ピュートバラダ。あー、村田ね。うん、かっこいい。普通だってモデルやってましたから。うん、それはかっこいいです。かなり彫り深いしね、あいつ。はい、彫り深い。目も大きいし。これだってもう横から見ると結構こうなってる。どんぐらい深いです。リアス式海岸。鼻も高いし。それぐらいかかってます。はいはいはい。なのでピュート村田かっこいい。いいですね。うん、だから、うん、意外とピュート村田かっこいいってみんなちゃんと言ってないよね。あー、ちゃんと言ってない。なんか芸人にかっこいい、かわいい言うのどうなのみたいな、うん、結構聞かれるんですけど、はいはい、僕の意見ですよ、うん、何でも好きなように言ってください、うんうんうん、売れてる芸人さんには言葉選ぶ時もあるかもしれない、うん、なぜならその人は売れてるから、うん、意見言えるんですけど、うん、売れてない芸人には何言っても大丈夫ですよ、うん、誹謗中傷じゃなければ、うん、だってスーパーのリンゴがさ、うん、わざわざさ自分はこう食べてほしいですなんて言わないじゃん、うん、ね、そんな言ってるやつからお頭おかしいんだから、可愛いかっこいいをどんどん言ってください。喜ぶんで芸人なんて、うん、でそれで、いや俺はこいつかっこいいとか言われてねえからとか言ってる売れてねえ芸人はもうどうしようもないです。そんな企画じゃないって。そんな企画じゃないって。売れてから好きなこと言えない。さあ、2番流れて2位どうぞ。2位は、はい、11月のリスト大森さん。あ、うん、大森さんめっちゃかっこいいんだよな。僕たちが、はい、ドラマとかめっちゃ出てた時期の雰囲気のイケメンなんですよ、大森さんって。そうね、そうそう、今のっていうよりかは、うん、ちょっと前、なんか例えば野豚をプロデュースあたりのイケパラとかね、うん、なんか例えばコンボイさんとかって一昔前のイケメンみたいに言われたりするじゃないですか、うん、まあまあ、まあ、なんか昭和のイケメンみたいな言葉ってあるじゃないですか、はいはいはい、大森さんその新境地、平成のイケメン。平成のイケメンか。平成ライダーとか。そうそう、その中で平成イケメンが出てきたわけですよ。めっちゃかっこいいなって思うんですよね。なるほどなるほど、うん、僕第2位、はい、中村さん。ああ、中村さんね、はい、うん、まあこれはだからもう本当に TikTok とかでもね、うん、YouTube とかでも活躍してますけども、うん、かわいい顔が、これはもう女の子みんなから好かれる、うん、はいはいはい、そうですね。あ、ナカルティンってどっち、それさ、うん、男目線のかっこいい、そんなこともない。僕目線、僕が見てナカルティン目線のかっこいいか、うん、なるほどなるほど。中村さんは、うん、男からはどうかわかんないけど、もう女の子にすぐだよ、はいはい、まあ、そうかもしれない。俺女の子だったらもうすぐチューしたいもん、中村さんと、うん、うん、なので、中村さんにいいかな、可愛、うんうん、いいしね、うんうんうん、でもなんか毒気あるとこ、まあ性格の面は今回ね、ただただ顔だけで見てるんで、うん、今回は性格面はあれですけど、あんま言わないですけど、うん、意外とお笑いすごい好き。いや、マジでわかる。中村すごいお笑い好き、うん、おすすめです。おすすめイケメン。何だよ。おすすめイケメン。何におすすめなの。あっという間に 1位の前にちょっと、はい、こっから入らなかったけど僕おすすめですみたいなのいます。ああ、まあ普通に一番最初にパッて浮かんだのは、うん、やっぱその笹本さん。
ネイチャーバーガー笹本さん、うん、ネイチャーバーガー笹本さん浮かんだのにこれ入ってない1位ってことじゃん。いや1位じゃないなんでだよなんで1位じゃないのよ。いやでなんかそのかっこいいよ芸人とかを取っ払ってってなった時に、うん、そう思ってないけどあやっぱ意外にイケメンだよなって思う瞬間はやっぱ笹本さんが一番多いんですよ。僕接してる時間が多いから。じゃあそれイケメンなんじゃないの。うん、でもちょっとランクインがしなかったごめんなさいこれ一番嫌な名前の呼ばれ方。ランクインがしなかったイケメンだなと思う瞬間はあるけどもランクインさせるほどではなかったと。うん、そうやっぱなんかその舞台上でなんか破滅的なことしてるそこ加味しないって言っただろお前。そういうのを抜いて、ふたを飲んでる時とか結構顔かっこいいなって思うことが多いんですよ僕。ああ、うん、なんかそれあの彼女とかが思うギャップとかじゃなくてこれ直したみたいなことがあるんだ、うん、あ結構顔かっこいいなって思うんですけど。なんかもうじゃあ笹本さんに対してはもうその彼氏目線だ完全にお前は、うん、彼女目線だ。でも笹本さんは なんていうか僕の中でこう、うん、プレーンすぎて顔のかっこよさがうん、うんうん、なんかねこう強く惹かれる顔のかっこよさではなかった。確かにね分かる、うん、それ言いたいのなんか分かるわ、うん、絶妙に後味さっぱりすぎてああこうもう一回食べたいなと思わない、うん、この二人はなんかその個性も持ち合わせたこうなんか魅力があって。ああ笹本さんやっぱさっぱりしてる確かにね。いやだからまあ本当のイケメンって割とそんな感じかもしれないですね。ああまあそうかもしれないですね。はい、うん、僕はエヴァ佐々木さん。ああはいはいはい、はい、ただ、うん、僕は伊野尾くんに似てるっていうのが、うん、僕の中ですごいでかくて、うんうん、あのやっぱり、そのちょっと自分の中で、はい伊野くん点入っちゃってんのかなってことで、うん、今回はすいません抜きにさせてもらいました。なるほどね、はい、あと横の町田さんが、うん、その怪物すぎるからそれなしだっすか怪物すぎたらかっこよく見えるだけかもしれないってことそう横に大刈り上げ、ね、歌舞伎町駐車場2階キスがいるから、うん、意外と佐々木さんあのみんなから見られてないけど、うん、注目されてないポイントとして声もイケメンの声してる。あー確かにジブリとかでイケメン役やってそうな人の声してるの、うんうん、でその声でたまに町田って言うでしょ、うん、そのギャップがいいですね。なるほどね、うん、なんかそれ見てます、うん、なんかファッションもいいんだよな、はい、あー、うん、見てるね、うん、笹本さんはどう。笹本さんはなんかファッションもあんまりそう覚えてない。ファッション終わってるよ、まあ、笹本さんファッション終わってる。覚えてない覚えてないって優しく言ってるけど笹本さんファッション終わってるからそれこそ平成のキャッチみたいな格好してるパスパスのズボンあ、そう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 あの人だけかもしれない。あんなに今太ももを痛めてズボン履いてるのさあ、栄えある第1位ナカルティンは第1位ですね、うん、第1位は、アケガラスキング。ああ、うん、はい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 。結構ダントツっすね、僕の中で。なるほどね、うん、イケメンってなったら、うんうんうん、でもさすがにかっこいい。うん、うん、はいはいはい。なんか理由とかあんまないかも。なるほど、うん、あのいろんなキング髪型してたりするじゃないですか、うんうん、どの時のキング一番好きですか。いやでもなんか本当に、一番いかついこうもじゃもじゃだった頃みたいな、うん、あるの分かりますか。あ、分かる分かる。そん時かな。なるほどね、うん、はい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 。そういうのが好きなの。うん、かっこいいなって思った。あーなるほどね、うん、ナカルテン結構、うん、この3人見ててまあ、はい、森山わかんないけど、うん、この2人は特に男目線入ってんだ。あー男目線入れない方が良かったんすか。いやまあまあだから、うん、じゃあこっちだけみんな参考にして。参考って何なんだからそのあの女子女子こっちだけ参考にしや。そんなのいないよ熊本プロレスと。いやもちろんかっこいいですこの3人。ただ、うん、男の方が好きかな。あ森山分かんない。だから大森さんキングは男の方が好きな顔してる。なるほど、ね、男前、うん、の顔をしてる。イケメンってまだちょっと変わってくるんで。そうなんだ。はい、もっと先言っといてよ。いやでも、うん、これがあの結構男女の差ですよねっていうのがナカルテンのおかげで出た。じゃあまあ、キングで、しかもその髪型の件で特に俺分かったんですけど、うん、あの髪型女子受けめっちゃ悪い。まあそうか。でしょ、でもかっこいいと思ってるでしょ。そう、あれでかっこいいのが、あ、すごいなって思ってる。そう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 、これ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 。この髪型でこんなかっこいいのすごいよねって思うのは、うん、あの男だけなんで。あ、そうなんだ。髪型は本当に最近流行りの髪型でいい。本当に最近の髪型だけしてくれてればいい。もう韓国っぽい髪型してくれてればいい。うん、それならイケメンって俺が思うね。なるほどね。はい。わかるわかる。だから俺が思うキングの一番かっこよかった時は、
本当に最近の髪型してる時、最近流行ってる髪型してる時、キングが一番普通にかっこいいなと思ってるんで、あのなのでこっちは多分男が思うあのイケメンですね。うん、はい。で女性が思う、1位、はい、大川内。あー大川内ね、はい、かっこいい。なんで大川内入ってないの？ちなみに大川内、そうだ思ったわ大川内。うん、でも笹本さんと似てた僕大川内の中で。どういうこと、どういうこと。え、そのすごいスラッとしてるし、うん、顔もかっこいいけど、うん、そのなんか激しい魅力はなかった。ああ、うん、なるほどね、うん、でもあの笹本さんわかんないよ、うん、あれってさ目つきとかこうさこう、うん、主人公感がある目つきしてるのよ、うん、あの少年漫画の主人公みたいな目してるのさ、うん、なので正直ね色気があんまり足りないと思ってるんですよ、うん、なんでこんな笹本さんボロクソ言われてるのイケメンで出してるのにずっと笹本さんのことをね。笹本さんって 4位とか5位にはいますよ、はい、僕の中で。もちろんもちろん僕にもいます。4位5位笹本さん必ずブルペンに必ず俺たちの球団は笹本さんを控えさせてるんですけどでも大川内はね色気あります、すごい。ああ、はい、あ、それはわかるかも。あのなのでこれは後を引くイケメンというか、うん、あの気になっちゃうよねっていう。はいはいはい。あのあと関西弁ってのがでかいですね。あとその関西弁もあのいい関西弁、あのいい関西弁、ちょうどギャップのある関西弁使ってる。なるほどなるほど。大川内点高いなというか、うん、あとまあイケメンってもスタイルもいいんでシンプルに、はいはいはい、単純に全体的なバランスとして、うん、大川内ですかね。ああなるほどね。多分このランキング 1,2,3 は皆さんじゃあ一回その、うん、パッと街で歩いてきて、うん、わって思う、うん、神保町距離全員歩いてきてね、全員知らないとして、うん、多分この大体この3人になると思います、女性の方。ああなるほどね、うん、いや僕キングは絶対1位キングだなって思ってました。怖いキング大きいしあのなんかあの B 系のファッション好きだから、うん、怖い。まあまあそうか、うん、そう気持ち。大森さんもちょっと体育会系すぎる、うん、ああなるほどね、うん、あと顔濃すぎる森山、うん、森山選ぶなら俺大川内かなと思う。ああ本当ですか。うん、なのであのこちら多分男性が思うイケメンランキング、え、もちろん俺この3人かっこいいと思います普通、うん、あの多分女性がもしお笑いファンじゃない方に、なんかさイケメンいないってなった時、多分この3人紹介したら間違いないんじゃないかなと思います。芸人ってイケメンいんのみたいに言われた時、この3人紹介すればまあ間違いないかなっていう感じですかね。なるほどね。うん、いやでもよかった、ナカルティンがいて。そう、男ってさほんとさ、お前誰なんだよ男ってほんとさ、この髪型でこれかっこういうのすごくないとか言って言うような、うん、いやいいから別に、あの本当に今この2023年4月5月に一番に流行ってるかっこいい顔見方にしてくれよって思うのよいいのよ別に、うん、ずっといいの。だからキング今流行ってる髪型にしてかっこいいんだから俺ずっと言ってるキング。でも最近普通にかっこいいかもしれない。昔そのもじゃもじゃの時嫌だったもん、うん、キング俺の、いやキング絶対今の流行ってる髪型がいいって。なるほどね。うん、もじゃもじゃの時インパクトもあったのかもしれないですね僕やっぱ。あー、うん、あーなるほどね。はい、なのでちょっとこのイケメン神保町イケメンランキングでした。ぜひとも皆さんあの参考にしてみてください。ありがとうございました。